アンコール実験で戦闘部隊本体と連絡を取り合う陸軍通信部隊ルース実験で破壊されずに残った鉄塔アップショットノットホール作戦は1953年にネバダ核実験場で実施された各実験である。アメリカ合衆国の核実験としては11番目のシリーズとなる。特にグレーブル実験には2万1000人以上の兵士がデザートロック法演習として参加した。 この実験では M65 280mm カノン砲により W9 核砲弾が実施され、この模様は軍の上級幹部に観覧された。アップショットノットホール作戦は IB 作戦に続いて実施され、本作戦の後にはキャッスル作戦が実施された。本作戦の中では初めて核砲弾が使用されたグレーブル実験及び カリフォルニア大学リバモア放射線研究所が初めて実施して失敗に終わった2つの水素化、ウラン爆弾の実験が特筆すべきものである。重水素により比較的低速な中性子を発生させ、核分裂反応の効率化を目指すものであった。実験でテストされた熱核兵器用の装置は、その後に実施されたより大規模なキャッスル作戦で使用された。 本作戦で実施された核実験は以下の通り、ありがとうございます。